コンスタンス・オブ・カスティルは、イングランド王族ランカスター公ジョン・オブ・ゴーントの二番目の、非。カスティーリアペドロ・一世とマリア・デ・パディーリアの娘。スペイン語名は、コンスタンサ・デ・カスティーリア。1371年に、アキテーヌで、ジョン・オブ・ゴーントと,と結婚した。二人の間には一男一女が生まれた。翌1372年に、妹イザベラが、夫の弟ヨーク公 エドマンド・オブラングリーと結婚している。コンスタンスの父ペドロ一世は、ショアにエンリケ二世との戦いの末、1369年に殺害されて、王位を奪われた。ジョンは1386年から1389年にかけてカスティーリアへ遠征し、妻の権利として王位継承権を主張したが、目的は達せられなかった。1393年に、 娘キャサリンがエンリケ2世の孫エンリケ3世と結婚することで両家は和解した。コンスタンスは1394年にレスターで死去した。2年後の1396年、ジョンは長年の愛人だったキャサリンスウィンフォードを3番目の日に迎えた。フロアサールの年代記に描かれたランカスター公爵夫妻、ありがとうございます。